ラバンチャンネル。日本の伝統文化節分の豆まきはいかがでしたか？ I had a great time. Yeah. I know those guys are good sports to be doing that, but no, it was fun. I know it's a tradition, so it was fun. ね、もう歴史ある伝統的なことをやらせてもらって、非常に楽しかったです。Contento ahí por compartir con ellos. Muy contento por compartir con ellos ese momento ahí y haber dado con la caja en la cabeza. 非常に楽しかったです。いっぱい投げさせてもらいましたけど、最後ちょっとノリで箱も投げて当たってしまってすいませんでした。タイガースファンの皆さんに日本語でメッセージいただけますでしょうか。Yeah, like I said, Tigers fans, wish you guys were here. But we're training hard, get ready for the season, and we'll see you guys soon. 本当彼自身もファンの方々ここに、いてくれたらなというふうにいつも思ってるんですけどね、本当来られないことは残念ですけども、まあ自分たちしっかりと準備して、皆さんの前に出た時にはね、しっかりとパフォーマンスしたいと思いますので、早くお会いできることを楽しみにしてます。Jerry y yo hicimos la cosa de los carnaguates, eso, los identificadores, ¿no? Y aparte de eso, estamos trabajando bien fuerte con mi compañero para que este año sea un año de la victoria y poder llevarnos lo que queremos, la victoria.本当自分自身ここにいるのは本当チームの勝利のためだと思ってるんでね、ここにファンの方いないのは残念ですけども、そのファンの方々にね、勝利っていうのを届けるために、最高の準備をしてしっかりと、皆さんの前で、いいゲームを見られるように準備していきたいと思います。森正人、そこは嬉しいです。
では、はい、藤浪投手のお話を伺います、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。キャンプ2日目、はい、みんなでの練習が終わりました、はい、順調ですか？そうですね、ピッチングも今日良かったですし、そうですね、いい充実した2日目、まあ、1日目2日目だったと思ってます。ピッチングも良かったしという、はい、良かったという言葉が聞けてすごい嬉しいんですけど、はい、どういうところが良かったですか？そうですね、やりたいことできたっていうところと、昨日ね、ちょっと課題、自分の中で課題が出たところを、なんですかね、夕方ちょっと修正したんですけども、それがしっかりこうマウンドで表現できたっていうところは、いいと思いますし、まあ、制球、球質ともに良、かったんじゃないかなと思ってます。このキャンプに入る前からね、はい、モーションもワインドアップを取り入れてというようなことで、はい、自分がもう一回原点回帰するっていうところがね、すごくしっかりこちらに伝わってくるんですが、はい、それがしっくりきてます。そうですね、ワインドアップ、まあ、まだまだ課題だったりね、ちょっと間合いだったりこういろいろ考えないといけないところはあるんですけど、まあ、やっぱりリズム、バランスとしては、まあ、今日特に悪くなく、いい感じで投げれたので、もっとね、いろいろ試行錯誤して、できてより良くしていけたらなと思ってます。このドーム球場に戻ってきても、はい、ね、非常に入念にネットピッチングをやっていて、はい、なんかこう意識する課題というか、はい、手応えをつかむためにやってることがあるわけですか？やっぱりまあこうマウンドで、ね、できることとできないことってあるんで、マウンドでこうただフォームのことだけ考えて投げるってできないので、やっぱ、ね、ブルペン入ったらストライク投げるとか、ある程度コースに投げるとか、そんなことを意識しないといけないので、ちょっとそれを度外視してこう、ただ単にフォームだけに集中して、という練習をしたかったので、はい、午後はそういう練習をしました。新しい力も入ってきている中でね、はい、今年にかける藤浪さんの思いというのは改めて教えてほしいんですけど、はい、やっぱりね、ここ数年数字というものを残せないので、しっかり数字で示せる1年にしたいですし、そのためには、ね、やっぱりまずキャンプから結果出していかないといけないので、まあ、結果内容ともに充実した、キャンプ、オープン戦にしていきたいなと思ってます。この数字っていうのは、はい、具体的には投球イニングであったり？そうですね、やっぱりまあイニング、ね、まあ、もちろん、勝ち星も当然大事ですし、防御率も大事ですけど、個人的にやっぱりイニングしっかり投げることっていうのは、特に、ね、自分のこうストロングポイントかなとは思うので、長いイニング投げるスタミナがあるっていうことは、強みだと思ってるので、そのあたりしっかり伸ばしていければなと思ってます。規定投球回数のクリアとかね、はい、そういうところがあるかと思うんですけども。そうですね、やっぱりまあローテーション入ってしっかり規定をねクリアしていかないと、やっぱりいい数字っていうのはついてこないと思うので、はい、そのあたりしっかり意識して、できるように、まあ、まず、課題をねキャンプでいろいろ潰しながら、はい、やっていくかなと。矢野監督の口からも、はい、藤浪投手が、ね、本来の力を出して2桁勝ってくれたらもう、はい、当たり前のように優勝だというふうに、ね、はい、目標を明るく語ってらっしゃるんですけど、はい、その熱い思いというのは伝わってると思うんですけど。そうですね、まあ、自分がね、自分で言うのもあれですけど、やっぱり2桁勝ってたらね、戦力というか、チームにとってプラスになると思いますし、まあ、特にこう長いイニング投げれるタイプの10勝というのは特に価値があると思うので、はい、そのあたりしっかり数字残せるように頑張りたいと思います。こうやって見てましても例年のキャンプに比べて非常にいい表情でね今もお話をいただいてるんですが、はい、その充実感ありますか？そうですね、まあ、迷いなくキャンプに入れてるので、自分のこうやるべきこと進んでいく方向っていうのが見えてるので、こう毎日こう悩まなくていいかなと、はい、まあ、まあ多少の悩みはある、多少の悩みこういろいろ課題が出たりはするんですけども、まあ、これやるって決めてるので、はい、そうですね、そういう意味ではこう考え事をしている時間が少ないのでいい表情をしているかもしれないです。本当にいい形でね野球に集中できてるっていうのが伝わってきますけど、はい、ファンの皆さんもね、はい、いわゆる藤浪さんらしいピッチングが再び戻ってくるのも大いに期待されてると思うので、はい、ちょっとここ無観客でお客さんも見に来れないという中、はい、ファンの皆さんにぜひメッセージを送ってください、はいはい、そうですね、ここ数年やっぱり活躍できてるので、やっぱりね、ファンの方にいい姿を見せれるように、もう今年もどういうシーズンになるかちょっとわからないですけども、やっぱりねこう自分がしっかりマウンド、先発ローテーション入ってマウンド上がって、あ、やっぱり藤浪のそういう姿見たいって言ってもらえるように、藤浪が投げてる日に見て、野球見に行きたいんだって言ってもらえるような、そういう選手になりたいと思いますし、そういう一年にしたいと思うので、応援しっかりしてもらえたら嬉しいです。自分の中ではこの辺で実戦に行けたらいいなっていう、はい、なんかイメージみたいなのあるんですか？いや、実戦はまあしませんね、決めることなので、はい、どちらが、言われたところを合わせるだけで、ね、特に、はい、いいですと。
充実のキャンプだったのが伝わってきました。これからもいいキャンプを過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい。